2020年からね、2020年に本当は予定してましたけど、コロナで凍結させました。まあね、それの間に撮った写真も随分あるので、まあコロナ大変でしたけど、でもまあ、約4年ですか、まあ、写真撮れない時期もありましたけど、その間でだいぶ作品の層は厚くなったんじゃないかなっていうのは自分では思いますね。ライティングね、プリントも今回ユニバーサルカラーさんにお願いをしまして、今フレームマンさんにね、全部搬入していただいて、やっぱライティングっていうのは素晴らしいですね。まあもちろんね、写真が良くなきゃねダメなんですけど、この写真と作品とやっぱそのブレーンのが融合した時にこんだけ素晴らしい作品展になるのかなって自分でもね、なんか嬉しくなっちゃいますよね。まあ、今回ね、写真集は僕3冊目になるんですけど、まあ、ちっちゃいのも含めてですけど、まあ、今回のはすごくやっぱりいいものになったかなと思います。で一応ね、今回僕の方から僕の方で、購入していただいた方にはこういったフォトカードをお付けします。まあ、ぜひですね、まあね、日本写真企画さんでも販売はありますけども、ぜひね、会場で、お買い求めいただけると嬉しいかななんて思っております。